日本神奈川県横浜市中区本町本町は、神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は、本町1丁目から本町6丁目で、住居表示未実施。郵便番号は231-0005。面積は0.072平方キロメートル。中区北西部の管内地区に位置し、南東から北西にかけて、 国道133号に沿った細長い町域を持つ。海に近い北東側は北中通り、南西側は南中通り、南東端は日本大通に接する。県庁に近い南東側が一丁目であり、日本大通との境に、港大通、1から2丁目境に、館内中通り2から三丁目境に、館内桜通り、三から四丁目境に、館内大通。 4から5丁目境に馬車道万国共通が横切る。本町通りは本町5丁目交差点で桜木町駅方面に折れ、これが5から6丁目境となる。幕末の開港以来より横浜の商業、行政の中枢で銀行や観光庁の施設が多く集まる。江戸時代末期からの地名で当初は横浜城1878年に 横浜区、1889年に横浜市、1947年からは横浜市中区の町名となる。町名は横浜村の目抜き通りを中心とする地域であり、1859年の横浜公開港に再始建設された市街の中心をなすことから付けられた。当初は北西から順に1から5町目が置かれたが、1871年に 南東から1から5丁目に改められ、北西に新たに6丁目が設けられた。1872年、本町通りにガス島が10基と申された。1874年には、石像2階建てでと境台を持つ横浜町会所が作られ、1889年に横浜市役所となったが、1911年には港町に移転した。 その後には1917年に横浜市開校記念会館が建てられた。2020年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。なお、2から3丁目は非公表。私立小中学校に通う場合、1から6丁目の全域が横浜市立本町小学校及び横浜市立横浜吉田中学校の学区となる。 南西側にジャックの塔の愛称で親しまれる横浜市開港記念会館向かいには横浜市認定歴史的建造物で毎日新聞社横浜市局などが入居する総通り、横浜ビルがある南西側の三井住友銀行横浜支店は1931年春工で現在も銀行店舗として使用されている本町通り周辺は浜のオール街と呼ばれ 銀行が多く集まる。本町三丁目交差点に面して、横浜銀行協会、隣接して三菱 UFJ 銀行横浜支店が立つ。本町通りと馬車道が交わる本町四丁目交差点角には、旧富士銀行横浜支店があり、銀行移転後は、東京芸術大学大学院映像研究科のキャンパスとして使用されている。県庁方面からの本町通りは、 本町五丁目交差点で左にそれ、本町六丁目と桜木町の間の弁天橋で大岡川を渡り、国道16号方面に通じる。直進すると、港未来方面に向かう坂本町線。本町五丁目交差点の地下には、港未来線馬車道駅が設けられている。坂本町線と本町通りに挟まれた一角には、超高層ビル、 横浜アイランドタワーとその下層部に旧第一銀行横浜支店の一部を移転保存したユーク、横浜創造都市センターがある。2020年には大岡川に面した敷地に横浜市役所が移転した。本町通りの地下を走る横浜高速鉄道港未来線日本大通り駅及びバ車道駅が最寄り駅となり、 横浜市営地下鉄ブルーライン及び JR 根岸線、関内駅、桜木町駅も徒歩圏内である。本町通りには横浜駅方面と本木屋磯子駅、戸塚駅、大船駅などを結ぶ路線バスも多数運行されている。ありがとうございます。